お待たせ。今日は先生に言いたいことがあるって。どうしたのかしら？何でも話してちょうだいね。あら、私の誕生日を覚えていてくれたのね。先生とっても嬉しいわ。いい子いい子。お祝いの言葉もそうだけど、あなたが優しい子だってことが私には何よりのプレゼントね。ひゅー、本当にありがとう。あなたがこんなにもいい子でいてくれて、先生はとっても幸せよ。あらあら、先生の誕生日をお歌でお祝いしてくれるのね。とっても上手よ。あなたの歌声が心に響いたわ。すごく温かい気持ちになりました。こんなにも素敵なプレゼントは初めてよ。キュン、本当にありがとう。あなたがこんなにもいい子でいてくれて、先生はとっても幸せよ。私の誕生日ケーキかしら。お祝いしてくれてとっても嬉しいわ。それじゃあ早速ろうそくを消すわね。ふぅどんな願い事をしたかは秘密ですよ。教えちゃったら叶わないっていうもの。でもこれだけは言っちゃおうかしら。あなたについてのことよ。キュン、本当にありがとう。あなたがこんなにもいい子でいてくれて、先生はとっても幸せよ。